徴用企業資産売却日、報復措置は、自民党議員、融資回収すればサムスン電子も困難。日程共戦期に、朝鮮人を強制動員した日本企業の資産を差し押さえるための、手続きである韓国裁判所の公示送達効力が4日から発生した。日本政府は、資産売却に実際つながる場合に備えて、様々な対応措置を準備中だと何回も言及してきた。4日、日本メディアによると、日本が準備中の対応措置は大きく、外交的措置、経済的措置、国際法的措置などに分けることができる。日本国内にある韓国側資産差し押さえも考慮。4日、日本経済新聞によると、外交的措置としては、富田浩二駐韓日本大使の召喚とビザ免除の中断、ビザ取得条件のさらなる厳格化などの案が挙げられている。韓国に対する抗議の意味で、富田氏を一時帰国させたり、はっきりと大使召喚という形をとって、より強力な抗議の考えを伝達する可能性もある。ビザ免除及びビザ取得条件厳格化の場合、現在新型コロナウイルス、新型肺炎で日本が水際対策として韓国人の全面入国禁止措置を取っているだけに、実効性は小さいという見方があると日経は伝えた。経済的措置では、日本国内の韓国側資産差し押さえや報復関税なども言及されている。昨年取られた輸出規制をさらに強化する案も上がっている。国際法的措置は韓国を国際司法裁判所 ICJ に提訴したり、世界銀行傘下の国際投資紛争解決センター ICSIDに仲裁を申請したりする方法などだ。だが、ICJ 裁判にしても ICSIDを仲裁申請にしても、相手の同意が必要なので実際に進められる可能性は低い。金融制裁も検討中。日本側は、このような通常の対応を超えて、いわゆる金融制裁にも言及している。日経は、その可能性を取り上げながら、外務省幹部を引用して、前例を作ってはいけないとし、売却するなら対抗措置を取る必要はあると伝えた。具体的な制裁方式としては、韓国企業に対する日本銀行の保証回収などが挙げられている。元外務副大臣の佐藤正久自民党議員は、先月割る番組に出演し、サムスン電子の海外資金のうち、大部分は日本のメガバンクから借りたものだ。韓国企業は金融の相当部分を日本に依存しているとして、金融分野の制裁が最も効果的だと話した。こうした中、自民党内保守系議員の集まりである保守団結の会は、前日会議を開き、韓国側が日本企業の資産を現金化する場合、経済制裁の発動を政府に求める方針を決めたと読売新聞がこの日伝えた。報復カードはいつ出てくるか。日本が報復カードを出すのであれば、それがいつになるかも関心事だ。早ければ日本製鉄資産の差し押さえが確定する時点から対応でき、韓国裁判所の売却命令あるいは売却完了まで待つ可能性もある。少なくとも売却命令が出てくるまで日本政府は対応に出ないだろうという見通しが優勢だ。読売は2日付で現金化までは被告意見聴取や資産鑑定などの手続きが残っていて数ヶ月はかかるとしながらも年末頃まで膠着状態が続くという日本政府関係者の見方を伝えた。韓国人の反応。韓国のポータルサイト、ネイバーの反応です。とある韓国人。やはり中央日報は日本のマスコミなのか。露骨にどのような報復をすれば韓国が
最も痛がるのかを耳打ちしている。とある韓国人、猿が考えていることはよくわからないが。とある韓国人、日本の韓国に対する認識は数十年前で止まったままなんだな。本気で金融制裁をしたところで、サムスンが困難を迎えるとでも思っているのだろうか。サムスンは日本の制裁程度で揺れる企業ではない。とある韓国人、www、サムスンが危ないだってさ、www。記者って、すごく面白い仕事だな、www、とある韓国人。韓国企業は金融の相当部分を日本に依存している。日本の金融を使用しないように、取引はしないようにする。これで脅迫になると本気で思っているのか。日本よりも金利や待遇が良いところがあれば、ぜひ韓国企業にご連絡ください。とある韓国人、中央日報でさえ予測できていることなんだぞ。それをサムスンが予測できずにいるとでも思ってるのか。とある韓国人、経済的屈服を要求するはこうとも。このことをきっかけにして、和光と接続されたすべての網が破壊されることを願っている。とある韓国人、ぜひ、サムスン電子に対して、金融制裁をしてください、和光たちよ。そしてどうなるのかを一度見てみよう。誰がより損害を見ることになるのか。一度やってみよう。とある韓国人、日本の津波が懐かしい、あれはどんな映画よりも良かった。観客動員数は60億人。とある韓国人、中小企業相手であれば、ある程度理解できる制裁だけどね。サムスン相手にはちょっと。とある韓国人、仮に金融制裁をしたとしても、日本の銀行が損害を受けるだけだろ。バカなのか。とある韓国人、いつも通りの朝中東による韓国下げの記事。超中東イコール朝鮮日報、中央日報、東亜日報の頭文字、韓国の大手保守メディア。とある韓国人、こういう話をしたとして、日本の右翼は本気でそれを信じているのか。それとも全ての国民が本気で信じているのだろうか。もう本当に笑えるというか、なんというか。